国際文通習慣とは、文通によって、相互理解を深めることで、もって、世界の平和に貢献しようという目的の国際的、習慣である。バンク郵便連合結成日である10月9日を、含む1週間に設定されている。ソ連発行の国際文通習慣切って1957年に、カナダのオタワで開催された、第14回バンク郵便連大会議で、 世界の人々が文通によって文化の交流に努め世界平和に貢献しようという趣旨のキャンペーン設置が決議された。世界的に見れば国際文通週間をテーマに毎年切手を発行している国に日本と大王国がある。日本は1958年から毎年記念切手が発行されている。日本の国際文通週間切手は 当初は手紙をテーマとした切手を単発で発行される予定であったが、歌川広重の浮世絵、東海道53時、京市が採用されたことから好評を博し、以来毎年発行されている恒例シリーズ切手となった。前述のように、世界の人々と文通するキャンペーンであるため、発行される切手の額面は、国際郵便料金の航空扱いに対応している。また切手には、 インターナショナルレターライティングウィークの英文が入っているほか、発行した年号が西暦で入れられている。なお、言語法が制定された1979年以降は、発行年を記載している日本切手には、西暦と言語が併記されているが、国際文通習慣切手は、現在も西暦のみで表記されている。なお、国際文通習慣のテーマは、下記のように変遷している。 令和の改元の際には、一時的に、西暦表記のみのものが存在する。日本人、国連ウェイフユニフ公式アーティストが描く、宇宙アート切手から特殊切手、国際文通週間発行日本郵便ホームページ2010年8月29日閲覧。特殊切手、国際文通週間にちなむ、郵便切手の、発行日本郵便ホームページ2010年8月29日、閲覧。 ありがとうございます。